どうも、侍翔です。今回はリクエストの多かった企画、実際にお客様から言われた理不尽すぎる珍クレーム第2弾をやっていきたいと思います。この動画が少しでもいいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そして理不尽なクレームを受けたことがあるよって方は、ぜひコメント欄に残してってください。はい、ということで早速本編見ていきましょう。これまずはじめに、本屋さんで実際にあったクレーム。まあ、本屋さんでクレームがあったって言ったら、やっぱり本に何か問題があったとかですかね。閉店時間に立ち読みしている人が、まだ読み終わってねえから勝手に閉店すんな。うん、自己中。ケーキ屋さんで実際にあったクレーム。まあ、なんかケーキ屋さんってなんか穏やかなイメージがあるから、あんまなんかクレームとか来なさそうなんですけど、まああるとしたらなんか異物混入とかですかね。私の娘が可愛いと思うならなんかサービスしなさいよ。母親が可愛くない。コンビニで実際にあったクレーム。まあ、コンビニっていうのは割とクレーマーが出没する場所なんで、まあ、大事なのは笑顔を絶やさず接客することが一番クレームを下げるのに大事なことだと思います。毎日笑顔で接客しやがってムカつくんだよ。人の心死にすぎやろ。銭湯で実際にあったクレーム。熱っ。シャワーが熱くて火傷しそうになったじゃないか。知らんわ、それお前のさじ加減の問題やろ。飛行機で実際にあったクレーム。すいません、窓開けてもらっていいですか。やめろ、人が死ぬぞ。レストランで実際にあったクレーム。まさかお宅の会社は客から金を取る気なのか。何を言うてんの。続きまして、万引き犯が現場で言ったクレーム。なんで万引き程度で警察呼ぶの。まるで犯罪者扱いじゃない。何を言うてんの。宅急便で実際にあったクレーム。なんだよ、男かよ、女に配送させろよ、気が利かねえな。荷物投げんぞ。続きまして、ピザの配達の電話で実際にあったクレーム。注文時届け先住所を聞いたら、いやそれプライバシー侵害だろ。ピザ投げんぞ。牛丼屋さんで実際にあったクレーム。おい、俺が入店したら5秒で来い。ご注文は券売機でお願いします。お前ダサすぎやろ。スーパーで実際にあったクレーム。ちょっと、ほうれん草の根っこに土がついてんだけど。あらえ、新鮮な証拠や。中華屋さんで実際にあったクレーム。麻婆豆腐なのになんでナスが入ってないんだよ。麻婆豆腐だからだよ。ブラック企業の上司に実際に言われたクレーム。なんでお前は定時なのに帰るんだよ。定時だからだよ。ブラック企業の上司に実際に言われたクレーム。なんでお前は休みの日なのに電話出ねえんだよ。お前はバカか。家庭教師が生徒に実際に言われたクレーム。私イケメンじゃないとやる気が出ないからもう帰って。娘もそう言ってるので。なんだこいつら。続きまして、蕎麦屋さんで実際にあったクレーム。いや私蕎麦アレルギーなんだけど。なんで来た。続きまして、週末の混み合ってる居酒屋で客同士で実際にあったクレーム。彼女が寝たから静かにしろや。帰れ。最後に、僕がコンビニでバイトしてた時代に実際にあったクレーム。大変申し訳ありません。お前じゃ話になんねえからもう店長呼べよ。あの、私が店長です。あ、店長。